会社員の俺大学1年休学しててそもそもエキシビジョンの101でバズさん飛ばしたのが一番最初です。あそこね、会社なんだけど、なんかあの拠点がこうあって、うん、本社はあの新宿にあるって感じ。あ、そう。毎日ここ通って。毎日通ってますね。元住吉からしっかり。どうですか僕の仕事。いやいや仕事着。新鮮っすね。新鮮。なんで。なんで。なんで。いつもタンクトップに短パンじゃないですか。ああ確かに確かに。うん。でも見て極力ね上げてるんよここ。極力、うん、ちゃんとしてるって思われるかな俺これでこんな髪型してるのに大丈夫かな。今ちなみに何歳ですか。今は28歳の代の27。だからあの言ったら有名どこで言ったら馬場雄大とか杉浦雄星とか意外とみんな若いと思ってるよ。だからダンブラズの平均年齢が若すぎて俺だけ出てしまってるよこっち。一番上ですか。一番上マジで。生まれはどこ。生まれね逆にどこだと思う逆に質問、うん、大阪ですか。あそうだと思うでしょ。あ鳥取県です。はい。だからそうめっちゃエセ関西弁って言われてしまうよ。いや恥ずかしい。めちゃくちゃ。鳥取はいつまで。高校3年まで。で大学から大阪。大学は。大学名。大阪体育大学。で普通に体育会でバスケ。体育会系でバスケで関西一部。最初俺が入った時は2部スタートの2回生から4回生。まあそれ以降も今もだけど一部。やってる。俺大学1年休学しててそもそも、まあ、それがまあちょっと親の体調の原因で病気してて治療費が払わないといけないってなってそれであの自分の奨学金から全部治療費当ててでその時に授業料払えなかったから、まあ、裕福な家庭でもないしそもそもだから1年間休学して自分で学費貯めた120万で自動車工場で。何の業務。何の業務。一応エアコンのクリーニングをやらせてもらって現場がない日はそのやらせてもらったお客様の言うたら資料作成写真とか撮って前後比較とかをの資料を作って提出する業務やってます。はい。仕事してますね。ちゃんとしてるんですよ俺実は。会社員だ。はい、ちゃんと。サムシティはちゃんと見るようになったんが大学2回の時かな。だから2015年6年ぐらい。なんで知ったんですか。なんで知ったんだろう。桐生さんかな多分。桐生さんがまあもともと出身一緒でまあもう覚えてもらってるか分からんけどそれで桐生さんのことリスペクトしてたから桐生さんがそのことどこ行ったかなと思って見ていったらそういうとこに出ててめっちゃ面白そうってが始まりかな。俺2017年本間は卒業してるけど2017年の時に島根で出てたかな。それが一番初めその時はどうですか。その時はまず3人で出場してでうち2人は地元の先輩とその同い年の子、まあ、別の高校の子なんだけどと
一緒に出ようってなって出て、で、まあ、負けて普通に、まあ、予選敗退だったんだけど、なんか島根選抜に選んでもらって、あのバズさんと太田さん、タカさんでやらせてもらう、あ、コウスケさんがいて、その時にあのエキシビジョンの101でバズさん吹っ飛ばしたのが一番最初だ。これはお願いします。勝てよ、今年に千葉で出て、ゲンゲンと一緒に出て負けて、でファイナルをかけた大会で勝って、で M&G でユッケ、ゲンゲン、マカポ君、俺で出た。あれ 3,4 回目ぐらい、髪ボッサボサでなんかこんなんだった。入ることになったと思う。そうは、ゲンゲンが誘ってくれて、で代々木で公園でちょうど練習あったんで、その時にみんなに実力認めてもらったら入れるみたいな話だったから、でまあちゃんとプレイしてみんなに認めてもらって入ったって感じ。あ、チームとしてめっちゃいいよ、めちゃくちゃいい。あの、良くも悪くも俺もそうなんだけど、精神年齢低いから、あの、言いたいこと言いや、隠し事しないし、だからなんだろう、コート外っていうか、まあ、普通にバスケ外でも仲いいし、普通に喋るから、なんか他のチームよりはそういうとこめちゃくちゃ長けてるんじゃないかなって思うかな。目標はね、やっぱファイナル出たいでしょ。出たら今のサムシーって 前節と違って前半後半で分かれてると思うけど、やっぱどっちも出たいよ、とりあえず。どっちも出た上でどっちも取りたいし、なんかやっぱり1シーズン目通して、なんだろう、やっぱ自分たちの苦手が分かったっていうか、まあそういう部分も含めて、まあ、次は実力で粉砕します。